茶摺です。はい、皆さんこんばんは、茶摺でございます。というわけでね、今回は前回に引き続き、那須塩原の柏屋旅館さんの貸切露天風呂に行ってきたいと思います。で、前回は一番川に近い露天風呂に入ったんですけど、今回は霧の湯っていうね、ちょっとお部屋風な露天風呂に行ってきたいと思います。かなり歴史の深いお宿なんですよ。だからかっていうね、このね、しなびたこの昔からあるねお宿なんでしょうね。この雰囲気すごい、なんかもう本当に怖いもん。でもそれだけね続いてるっていうことは本当にいい温泉なんですよね。この、なんだろう、昔はここが多分客室だったんでしょうね。客室風呂みたいな感じでね、お部屋についていたお風呂だったと思うんですけど、お部屋をぶち抜いてね、作ったような感じの作りになっております。温泉はね、ちょっとこう、黄色の褐色の色でね、今回ね、ご紹介した来慶の湯も湯と同じね温泉です。このね、那須塩原はね昔からある温泉ですけど、開湯1200年300年とかね、かなり歴史のある温泉ですけど、やっぱりコロナもあってかなりいろんなねお宿が閉館されたみたいなんですよ。で、その中でねこのようにして残ってらっしゃるのはね本当にすごいなって思ったし、でもやっぱりどんどん那須塩原が廃れていってしまうのは本当に悲しくて、結構昔からね私来ていた温泉街だったので、なんか日に日にこうちょっと元気がなくなっちゃってるのがすごく気になってます。結構ニュースとかでも最近温泉がね、温泉宿がね閉館されているっていうのも聞いたりするから、結構死活問題ですね。絶対さここでエッチしてる人いるよね。絶対カップルとかが温泉ここ入って、ちょっとなんか暑くなったねとか言ってさ、え、俺も暑くなったとか言ってなんかちょっと暑い行こうよみたいな、暑いですのとか言ってさ、なんかやめて、エッチな気分になっちゃったねとか言って、絶対そこエッチしてる人いると思う。ここなんかゴザ？なんかマットみたいなのが引いてあるの。絶対なんかあそこでしてると思うよ。
ね、してるよね。怪しい。さっきちょっとねビビってたけど、今はもう全然怖くないよ。慣れてきた。この温泉が本当気持ちいい。塩の湯温泉、いっぱいねお塩が入ってるんだって。だからね、だんだんこう体に馴染んでいてね、塩分含むからたくさん汗も出るらしいよ。入れた後はすごいポカポカになるんだって。暑くなってきた。なんかでも至る所の隙間とか見ちゃうよね。なんか部屋の奥の方がめちゃくちゃなんか怖いよね。広い。かなり広い。こちら霧の湯に入っていきたいと思います。こう開けるのも慣れたもんだね。血液が回ってあったかくなってる。すごいこの奥が怖かったね。
昔ここが客室だったんだろうな。で、どうだろう、5、6人もっと入るかもしれない。これがね、貸し切り風呂って本当すごいよね。なんか三重温泉結構最近入ってて、なんか透明のね、何無色の温泉だったから、こういう温泉はすごいなんか久しぶりでね、テンション上がるんだけど、なんか白いタオルとかを使うと結構びっくりするぐらいに黄色くなっちゃうので、すっごいね、成分が強いんだと思う。でも透明じゃないからあんまりつけにくいかな。柏屋旅館さんは全部で6つの個性的で素敵な温泉を何回でも貸し切りで利用できる老舗旅館でした。夜はちょっぴり怖かったけど、それもまた良い思い出です。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またね。